寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。見ていってくださーい。シスタモン姉妹のトレーニングジム開講中よ。今ならなんとジム開講記念特典、私たちシスタモン姉妹からの私たちの拳受けてみてください。お、殴ってくださいって顔してるもの。どう？今なら開講。ああ、助っ人募集で来てくれた人ね。確かベンディアン、デジモンの依頼なんて誰も受けてくれないと思ってたけど。そうですね、お姉ちゃん。あの、依頼受けてくれてありがとうございます。私たち姉妹はデジタルワールドじゃちょっとした有名デジモンなんだから。姉さんってば。まずはちゃんと依頼。おっと、私たちがこの世界に来たのは最強を目指すデジモン、ガンクーモン師匠とその弟子のハックモン、二人と一緒に。はい。はあ、二人とも今ご大丈夫。とにかくそんな、でもただ下が。姉さん、そこで。はい。今からこ、でも私たち、あ、この可愛い見た目のせいで。そこで名付けて、わあ、なんだ、エデンの腕利きの。そうですね。もう姉さん、でもそうです。いかにも敵っぽいという、今にも無敵の。すいません、でもこの依頼頼む。あ、受講者さんが来ちゃったわ。ささ準備。モキヤ、そうそう、なんでも開講記念で特典もつくらしいよ。俺食べ物がいいな。バグマバグ。ふう、二人とも食いしん坊さんなんだから。またハッカーが。ああ、よく来たわね。誰？ふ、生まれた時から姉妹だけ。ある日出会った恩人は地震、雷、路頭に迷った二人の姉妹。いつしか姉妹も腕を上げ、シスタモン姉妹。ここ当トレーニングジムへようこそ。ちなみにノキアさん、それとアグモンさん、ガブモンさん、私たちシスタモン姉妹とキャワウィー。デジモンってみんなアグモンやガブ、でも可愛すぎてなんだかトレーニングって感じはしないな。私たちがあんまりプリティだからってでした。デモンズって何？エデンにいる悪いハッカーチームだよ。そうそう、デモンズめ、こんなとこ。ええ、あら、開校直後に問題発生ですか？心を入れ替えた。あ、そっか。悪事から足を洗って悪い仲間とは手を切ったって。うん、簡単にできることじゃ。ともかく君は大丈夫な人って。ごめんね。なんかよくわかんないけどですね。ねえねえ、ここでトレーニング。はい、あなたたちが。私たちの特訓はき、う、でもこ、よろしくお願いします、師匠。ください。その息や。よし、準備はよろしいです。
お手柔らかにお願いします。さあ、どうしたの？もう一度立ち上がりなさい。アグモン、カブモン、もうやめ。どうやら弱さの原因は、え、その通りよ。愛が足りないわ。愛？あなた、自分はデジモンの後ろで応援するだけの存在だと思って、主役はあくまでデジモンで。でも、それが大きな間違い。私たちは、私たちにとって、愛が、そばにいる人たち、私たちにとっては、ガンクーモン様の海のように大きな愛や、それが私たちを何より強くしてくれた、そんな愛が、アグモンやガブモン、どうしたらそれ、さあね、それは自分で、そうですね。与えること。わそっか、ハグモン、タブモン、ごめん。ノギア、あたしの愛を。今の投げキッスが愛？うん、正直なとこ、愛は行動で示せ、思うだけでも、だから私は、それが、うん、ノギア、さ、元気出していこう。何度負けたって。ノギアのラブ、うん、俺もだよ。アグモン進化。グレイモン、ガブモン進化。ガルルモン、グレイモン、ガルル、これがデジタルモンスターの成長の証。ノキアさんの愛、これが本当だ。これなら俺たち、こんな愛の次はわっ、はぁ、それじゃあな、こっち側に立って。シスタも姉妹も進化した。これが長き修行の果てに私たちが編み出した強さの形。私たちが本気を出すのはここからですわ。あなたたちは一体どんな強さを私たちに見せてくれるんでしょう。さあさあさあ、早く私に、このシスタモン姉妹に、その姿を見せてくださいな。姿形だけじゃなく、性格まで変わっちゃってるよ。あなたたちから感じる溢れんばかりの闘志は、妹の本能を喜びに震わせているのよ。もちろんこの私もね。さっきのは本気じゃなかったってわけ？怖い、怖いけど、でも私たちだってさっきまでとは違うもん。仮面の人、力を貸してね。私のラブパワーが本物だって証、今こそ見せてやるんだから。行くよ、二人とも。ああ、
いいわ。その気迫、相手にとって不足はなくてよ。覚醒したシスタモン姉妹の力、とくとご覧なさい。シスタモンブラウン、お相手しますわ。ここまでね。素晴らしい成長だわ、シラミネ・ノキア、そしてグレイモンにガルルモン。ありがとう。さあ、強力な手下を貸してしまったマンシンが敗因の一つになったのは、厄介な手下を雇ってしまったわ。グレイモンにガルルモン、立派になっちゃったね。嬉しいけど。そう、ノキアがそう言うなら。あの姿はエネルギーを使うから、こっちの方が楽ちんだね。うん、それにノキアと遊ぶときにあっちの姿は危ないしね。ありがとう、アグモン、カブモン。こんなに簡単に元の姿に戻ることができるなんて、私たちでさえこの技を身につけるには相当な鍛錬が必要だったのに。あなたたちはいつかとても偉大なデジモンに進化するのかもしれないわね。そう、まるで私たちの師ガンクーモンのような。ん？ブラン？悔しい。ちょっとブラン、まさか、くや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 、悔しい。私たちが負けるなんてありえないですわ。ブランちゃん、ブラン、落ち着きなさい。今日のバトルはこの子たちに自信をつけさせるのが目的だって打ち合わせしたでしょ。分かってます、分かってますけど、でも本気を出したのに負けるなんて、やっぱり悔しくてたまらないですわ。ねえ、あなたたち、もう一度、もう一度勝負しましょう。この魂の高ぶり、一度や二度の戦いでは収まりがつきませんわ。いい勝負の後は興奮して戦闘本能を抑えきれなくなっちゃうのよね。安心しなさい、ブランは姉の私が責任持って食い止めるから。でも一人でどうやって。妹の暴走を止めることができるのは、聞きなさいブラン、ガンクーモン師匠直伝。おや、おほん。ねんねんころりよ、おころりよ。この歌は、弟子は良い子だ、ねんねしな。修行の後には休むのだ。
味。修行の後には酒飲んで。うわ、渋い。なんか妙に渋いよ、この歌。あにゃあ、姉さん。寝ない子相手にゃ。鉄拳セイサー！け、結局殴ったー！にゃーん。あ、元の姿に戻ったよ。師匠はっくん、しかもすごく気持ちよさそうに眠ってる。すごいんだね。今のは子守歌がすごいっていうか、安心してちょうだい。この子守歌には痛みを和らげる効果もあるの。優しい言葉、そして時には拳を交えて愛を伝える。起こさないように。ここ最高のトレーニングジムだったよ。ありがとう。最高ですって。これもあなたが彼女に力を貸してくれたおかげよ。また機会があったら。まだまだ戦えます。やれやれ、この子ったら夢の中でも戦ってるわ。